動画をご覧いただきありがとうございます。今回はメンタル疾患、精神疾患が楽になる2つのポイントと題してお伝えをしていきます。まずメンタル疾患、精神疾患とは、心やメンタル、精神の不調や症状のことをメンタル疾患、精神疾患と言います。このメンタル疾患、精神疾患が楽になる二つのポイントの一つ目がですね、不自然な認識や思い込みを手放すことになります。メンタル疾患や精神疾患に悩んでいる方は、突き詰めると、これはこうでなければならないというですね、思い込みのようなものや、不自然な認識を抱えているから、メンタル疾患や精神疾患が発生すると言えます。その証拠に、何のこれはこうでなければならないというですね、思い込みや不自然な認識を変えていない赤ちゃんでですね、メンタル疾患や精神疾患に悩んでいる赤ちゃんはいないと言えます。そして誰もがですね、もともとはその赤ちゃんでしたからね、その赤ちゃんからですね、成長する過程で抱えてですね、これはこうでなければならないとかですね、常識もそうですけどね、そういった不自然な認識がですね、苦しみや生きづらさにつながってですね、葛藤や悩みにつながって、メンタル疾患や精神疾患につながっていると言えます。逆に言うと、不自然な認識や思い込みが手放されることで、再び赤ちゃんの頃のようにですね、軽やかに生きていくことも可能だと言えます。不自然な認識やですね、思い込みを手放すためには、まずはですね、自分が不自然な認識や思い込みを変えていることに気づくことが大事になります。気づくことで、客観的になってですね、そういった認識や思い込みと距離ができて、距離ができることで手放す準備ができると言えます。ですからまずはですね、自分が何かしらの不自然な認識や思い込みを変えているから、メンタル疾患、精神疾患に悩んでいるということに気づくとですね、メンタル疾患、精神疾患がなくなるきっかけにつながっていくと言えます。では、二つ目のポイントがですね、安心やリラックスが習慣になることです。メンタル疾患や精神疾患を抱えている方はですね、どこかで緊張や不安の習慣になっている傾向が強いと言えます。そして、緊張や不安が習慣になることでですね、必要以上に周りの刺激にも反応してですね、メンタルや精神もですね、不調になりやすいと言えます。逆に安心やリラックスが習慣になることで周りの刺激も受け流すことができますからね、必要以上にメンタルや精神の症状にも苦しむことがなくなっていくと言えます。つまり普段からですね、安心やリラックスを習慣にすることで、いろんな刺激やストレスをですね、受け流すパターンができることで、必要以上にこう悩むことや苦しむこともなくなってですね、その結果、メンタル疾患や精神疾患も発生しにくくなると言えます。そのためにも、まずはですね、自分が緊張や不安の習慣を変えていることに気づいてですね、それを手放していくことも大事になります。そして、そういった緊張や不安の習慣を手放した上でですね、その上で安心やリラックスが習慣になることで、より効果的に安心やリラックスも湧いていくと言えます。具体的な安心やリラックスの習慣としましてはですね、例えば、目を閉じて大きく3回深呼吸をすることですね。特に不安とか緊張を感じた場面でですね、目を閉じて大きく3回深呼吸をして、
呼吸に意識を向けることで安心やリラックスにつながります。他にも食事ですね。食事も糖質やですね炭水化物を摂りすぎると神経が過敏になりますので、逆に糖質や炭水化物を減らしてですねタンパク質を増やすと神経も過敏になりにくくなるため、いかると安心やリラックスの食事になっていくと言えます。他にも運動ですね。運動は運が動くと書きますが、循環も良くなりますしね、またストレス発散にもつながります。その結果安心やリラックスにもつながっていくと言えます。他にもできる範囲で安心やリラックスする捉え方や考え方をすることですね。同じことが起きてもですね強く不安を感じる方や、そこまで不安に感じない方もおられると思います。その違いは何かというと、その起きた出来事に対してどういった考え方、捉え方をしているかで変わってくると言えます。ですから普段からですね少しでも安心する、少しでもリラックスする考え方や捉え方を習慣にしていくことで、安心やリラックスが習慣になっていくと言えます。他にもぐっすりたっぷり眠る習慣も大事になってくると言えます。人ですね、夜起きていると考え事や悩み事をしてしまいますからね。特に夜は、特にネガティブになりやすい傾向がありますからね。ですから夜はですね、もう逆に夜はですね、もう寝てしまうものと決めてですね、さっさと布団に入ってですね、眠りにつくことで必要にこう悩んだり苦しみ、考えることもなくなるためですね、不安とか恐怖も湧きにくくなってきてですね、結果安心やリラックスにもつながると言えます。このようにできる範囲でですね、まずは一つからでいいですからね、できる範囲で安心やリラックスを習慣にしていくことで、周りの刺激やストレスも受け流すことができてですね、悩んだり考えることも少なくなってきて、メンタル疾患、精神疾患も楽になっていくと言えます。では、まとめていきますとですね、メンタル疾患、精神疾患が楽になる二つのポイントの一つ目がですね、不自然な認識や思い込みを手放すことですね。メンタル疾患は、精神疾患もですね、不自然な認識や思い込みがあることで発生すると言えます。逆に言うと、不自然な認識や思い込みが手放されることで、メンタル疾患や精神疾患も楽になっていくと言えます。二つ目のポイントがですね、安心やリラックスを習慣にするということになります。安心やリラックスが習慣になることで、周りの刺激やですね、ストレスも受け流すことができてですね、必要以上に悩んだりとか考えることもなくなっていくため、メンタル疾患や精神疾患も楽になっていくと言えます。あとですね、この動画で語りきれていないですね、メンタル疾患や精神疾患が楽になるポイントをまとめたブログのページのリンクもですね、この動画の概要欄とかコメント欄の方にリンクを貼っております。本気で、より深い部分からですね、メンタル疾患、精神疾患が楽になりたいという方はですね、ブログのページもチェックいただいて、少しでも楽になるきっかけとしてご活用いただけましたら幸いです。あとですね、メンタル疾患や精神疾患もですね、言い換えると生きづらさでもあります。生きづらさは習慣が変わることで楽になることが可能です。そういった生きづらさが楽になる習慣、言い換えるとメンタル疾患や精神疾患が楽になる習慣をまとめた本ですね、生きづらさ卒業の教科書という本も出版しております。この本に関してもこの動画の概要欄の方にリンク貼っておりますので、習慣とか生き方を変えてでも本気でメンタル疾患精神疾患が楽になりたいという方はですね、本の方も読んでいただいて実践していただいてですね、本質的に楽になるきっかけとしてご活用いただけましたら幸いです。あとですね、当院では対面直接お会いしてのカウンセリングとかですね、施術とか、あとは便利で人気なですね、オンライン、ビデオ通話、LINE名でのカウンセリングも行っております。カウンセリングで不自然な認識とか思い込みを手放されて習慣が変わることで、メンタル疾患、精神疾患も楽になっていきますからね。またカウンセリングはですね、双方向の、対話というかですね、もなってですね、より深い部分から、楽になる、一番効果的なメニューでもありますからね。そんな、カウンセリングや施術に関してもですね、この動画の概要欄の方にリンク貼っておりますので、
本気でメンタル疾患、精神疾患が楽になりたいという方はですね、カウンセリングが施設の方もご活用いただけましたら幸いです。あとですね、この動画が何か少しでも参考になったとかですね、安心したとか、楽になったとか、希望の光が見えたとかですね、役に立ったという方はですね、チャンネル登録や LINE 公式アカウントの登録の方もお気軽によろしくお願いします。LINE 公式アカウントの登録についてはですね、この動画の概要欄の方に登録のリンクも貼っておりますので、定期的にですね、生きることが楽になる情報も発信してますからね、そんな LINE 公式アカウントの登録や、このチャンネル、この動画のチャンネル登録もですね、お気軽によろしくお願いします。はい。じゃ最後までご覧いただき、ありがとうございます。ご縁に心より感謝しています。